マスホ町。マスホ町は山梨県にかつて存在した町である。山梨県中西部に位置する町域では、西部の山地から丘陵地、東部の戦場地域を中心に、縄文時代から40カ所程度の高校遺跡が分布している。丘陵物素部の最小時平野遺跡は弥生、古墳時代の集落遺跡で、一部には火災住居が含まれる点でも注目されている。 大明神遺跡では、縄文早期末の縄文分土器や、古墳前期の S 字亀などが出土している。一方、東部の戦場地域には弥生、古墳時代の遺跡が多く、水田開発に伴い進出した地域であると考えられている。最小時、月夜には古生期代のホッケ塚古墳をはじめとする古墳群が分布しており、銅鏡やマガタマなどの副葬品も出土している。 奈良時代には、最小寺、明王寺、高尾寺など、奈良機階層の伝承を持つ寺院が分布し、また権元堂山中腹に位置する、薄月前の権元堂遺跡は、平安時代の仏教遺跡で、平安末期に流行した霊凍の小生以降は、類例の少ないものとして注目されている。古代の律令成果では、駒群大井里に否定される。平安時代には、大井里を中心に、 大磯が立草され、中期によれば、源の元都市から藤原宗重出となった娘に伝領されたという。大磯の正域は、盆地南部の広域に否定されるが、鎌倉時代には、下地中分が行われ北条、南条に区分され、長域は南条に否定されている。長域には他に、高綱僧も存在していた。平安後期には、甲源氏の一族が、 大磯へ進出する。鎌倉時代の賢治2年、1276年の日、連勝上では、立花姓を称する大石の一族が、大磯を管理しているが、この系統は、間もなく滅亡する。南北朝時代には、秋国、海の国主語である、武田信武の次男、信明が、大石を称する、武田大石。戦国時代には、大石神たち。 信行が回収後、武田信虎と敵対するが、永承年間には武田氏に侵入する。また、戦国期には海一城氏の名跡を継承した武田親族衆の一城、信達、信成の所領が存在した。勝頼期には信成に対し六祭史の設置を命じた文書も残されている。海一城氏は、天正十年、1582年3月に、 武田家と共に滅亡する。近世には、駒軍西郡西郷里筋に属し、十一家村が成立する。関成年間には、旗本領も存在している。享保九年、1724年に開国が、幕府直轄領化され国中が三分大官による、支配になると、長域の村々は上、飯田大官支配となり、天明七年、1787年以降には、 市川大門村、市川三里町市川大門に所在した、市川大館支配となる。また、五三協領のうち一つ橋家領、田屋助領も存在している。江戸時代初期には、会、駿河間の藤川周運が開始されるが、青柳に所在していた青柳菓子は、藤川町梶じ沢に所在した梶じ沢菓子と共に、甲州三河岩の一つとして、周運の主力となる。 寛永15年、1638年には米蔵も設置され、市川大館支配の海米輸送、海米、年具米の輸送も行われた。また、周運と関係して、寸州王館、河内路や春心王館、市川王館など重要な街道も通過し、物資の集積地としても栄えた。近世には、酒造等の産業も行われている。近代には、養蚕が普及し、 製紙工場も存在し、京南地域の一中心地域となる。薄月舞の小林八江門や、青柳の秋山玄衛家は、大地主で、それぞれ銀行類似会社である、小林銀行、秋山銀行を経営し、昭和初期の金融恐慌で閉鎖するまで活動した。一方で、小杉葬儀も盛んな地域としても知られる。また、明治40年の大水害をはじめとする富士川の、 水害被害を受ける。近代の長域は山梨県下において教育の先進的地域として知られ、1873年、明治6年には天神中城学校、ついで小室学校が開校している。1876年、明治9年に建設された薄月米学校は藤村式建築と呼ばれる義用府建築の建物で民族資料館として保存されている。 藤川流域は中央線の開通まで藤川周運によって栄え、1874年、明治7年には藤川運輸会社が設立された。1882年、明治15年には藤川運輸会社から青柳運輸会社が独立し、町域を拠点に活動した。また、1901年、明治34年には、梶じか馬車鉄道が開通し、 カジカザワから青柳を経て小井川、中央島で運行し、さらに山梨馬車鉄道に接続し交付まで通じていた。さらに、1932年、昭和7年には山梨馬車鉄道に代わり、山梨電気鉄道が開通し、町域には茅青柳駅が存在していた。町内に存在するマスホ商業高校も周辺に、存在する京南高校や市川高校との合併が、 県レベルで検討されているが、マス補町としては反対を表明している。平成の大合併では最初南アルプス市との合併が検討されたが、南アルプス市側が時期焦燥であるとの見解から破綻。代わりに、西八代郡市川大門町、六号町や南駒郡梶川沢町との合併が検討されたが、2004年に、 マス補調が行ったアンケート結果において合併反対が賛成を上回ったため協議を断念し、一時は単独調整を視野に入れていた。しかし2007年、平成19年の町長選挙で合併推進を掲げた町長が当選したことにより、梶川沢町との合併協議が再開され、2008年、平成20年9月に協議会が設置された市川大門町。 六号町、三玉町が合併して誕生した市川三里町とも合併し姿勢執行を目指していたが、市川三里町側が慎重な姿勢を見せたため断念。その後、合併反対派による町長に対してのリコール運動も展開されたものの、2009年、平成21年6月に調印式が行われ、2010年、平成22年3月8日に、 カジカザワ町と対等合併することが決定した。新しい町の名前は、藤川町となる。なお、静岡県に同じ名前の町が存在したが、2008年、平成20年11月に、富士市と合併したため、重複はしない。明治時代には、甲府市とカジカザワ町を結ぶカジカザワ馬車鉄道が、マスホ町内では、現在の国道140号と追い分け交差点から、 南の国道52号に付設されたが、この馬車鉄道は後に対岸に、やはり、甲府島で走る、現在のみの線にあたる富士見の鉄道と路線が、多くの部分で並行してしまうことから、電車化の上で、路線変更が拡策され、甲府電車軌道という新会社の下で、釜無川左岸の南駒郡略 L 字型に走る、新路線が1932年12月27日に、 全通し馬車軌道は廃止された。馬車軌道時代は、梶じか町内まで伸びていた。新たに作られた電車線も、将来的には、梶じか町内まで延伸するものとして、ひとまず、マスホ町内に置かれた茅青お駅を終点として、甲府駅前駅との間を結んだ。しかし結果として、延伸は実現することなく、最終的には、 山梨交通電車線として1962年6月3日に廃止を迎えた。廃止後は山梨交通の路線バスが電車線を代替することになった。また一時期は静岡駅までの山梨交通と静岡鉄道に共同運行による急行バスが走るなど交通の要所であったことから地域の産業の中地として栄え町内にあるマスホ小学校は 山梨県内有数のマンモス小学校となる、等発展を見せたがその後は、減少に転じて、今に至っている。1998年には、対岸の西厚代郡市川大門町、現在の市川三里町との間に、藤川大橋が完成し、マスホ町から周辺の高生町、現在の南アルプス市や、梶川沢町を経由せずに、 対岸へ走りて渡ることが初めて脳、NO、になり、利便性が向上した。中部横断自動車道一般国道山梨交通自治体バスとして運行されている、マスホ町 A バスと山港タウンコーチに委託する形で運行している、マスホ町コミュニティバスがある。マスホ町 A バス、マスホ町コミュニティバス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。